はい、どうも、Bレジェンド影谷です。今回はですね、フィジーク選手の湯浅幸弘選手に来ていただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。湯浅選手、まあ本当にね、数々いろんな国際大会も出ていらして、先日もオリンピアの方、活躍で優勝されましたけど、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、大会の方はどうでしたかね？僕もいろんな大会本当にね、出させてもらってるんですけど、オリンピアアマチュアっていうのはすごく出てみたい大会の一つで、それにしかも本場ラスベガスの大会っていうので出れて、まあ、もう興奮してましたし、まあ、日本人選手もたくさん出てて、まあ、そういった意味でもすごい楽しい、思い出深い大会になりましたね。まあ、やはりこうして実際お会いしてみると、もうすごくサイズがやっぱり大きいんですけど、まあ、海外の選手はこうサイズあるいはまあ仕上がりも含め、まあ、どんな印象を受けられましたか？そうですね、まあ特にそのアーノルドとかもそうなんですけど、やっぱりサイズはもうすごいあるなという感じで、ただ仕上がりとかはなんか海外の選手はドライっていうよりもちょっとこうなんていうんですかね、水を含んだようなイメージなんですけど、うん、まあ、ポーズバチッと取るとすごい映えるような感じで、シルエットもね、そのウエストが細くて背中とかが特に、まあ、日本人とは違ってすごい広がってるなっていうイメージですね。だから結構なんていうんですかね、その辺正直舞台裏というかバックステージでは、えこんなやつと並ぶのみたいな、いや絶対無理じゃんみたいなメンタルにはちょっとなりがちというか、もうすごすぎるみたいな印象は多分他の選手とかも受けてると思いますね。はい、でもまあ身長でいうと、まあ身長別だから、はい、まあ、背は変わらないわけじゃないですか。そうですね。それでもやっぱりこうサイズとかシルエットで圧倒されるっていうイメージですか？なんかそうですね、あもう尋常じゃないこうバスキュラリティというかだったりとか、やはりなんていうんですかね、その日本人国際、日本大会ではなかなか見られないこのインパクトっていうのはやっぱりありますね。なるほどね。はい、まあ、今ちょっとお見受けしてましてですね、はい、まあ大会の当日はまあカラー、はい、まあ、タンニングというか、まあカラーされてると思うんですけど、はい、やはりこのタンニングされるよりもカラーの方が綺麗にやっぱり仕上がるからいい感じなんですかね。自分は結構カラーもするんですけど、その前もある程度は焼き込む派で、まあ、その方が自分もコンディションがよく見えてくるんで気持ちも上がってきますんで、ただそうなってくるとやっぱり、それでもステージ上ではやはり白く見えてしまうんで、うん、でカラーでね、プロの方に、ね、綺麗に塗ってもらうとやはり全然違いますね。うん、今こう見てるとなんかやっぱり国内の選手よく見てるので、はい、やっぱこう実際焼いてらっしゃる方が多くいらっしゃるの で、 そうですよ、ね、結構あもっと下地があるのかなと思ったんですけど、はいはい、一生懸命赤すりしましたね。カラー落とすためにそれで日焼けも落ちてるっていうのもあるんですけど、はい、なかなかそこは結構難しくて、うん、カラーリングも2回とか基本ベースで前日と当日やるんですけど、その辺あんまり 黒い状態でいってももう黒すぎて逆にカットが消えたりとか、そのコンディションが逆に悪く見えてしまったりするんで、非常になんていうんですかね、思ってる以上にそのカラーリングと下地の焼き込みのバランスっていうのが難しいんで、ちょっと白いぐらいでももう結構真っ黒になるので、はい、そうなんですよね。だ結構今回も多分ラインナップではかなり黒い方でしたから、うんうん、そうですね、はい、難しいなと思いますね毎回、はい、そのまあ、今ねちょっとこういう大会の話とか、まあ、いろんな話聞きたいんですけども、まあ、実は今回お越しいただいているのは、まあ、今度弊社の方で湯浅選手の DVD ね、はい、トレーニングの DVD を出させていただくことになりまして、まあ、その撮影、まあ、今回、お越しいただいているんですけれども、まあ、ちょっとその DVD の話も聞いていきたいんですけれども、はいはい、まあ、今回の DVD は、まあ、どういった内容になるんですかね。自宅でできるトレーニングメニューを、はい、中心に、特に自宅で用意できるような、まあ、重くても10キロぐらいとかですか、うん、あとチューブを使った感じで、自分も本当最初はトレーニングというかそういうのは本見て、うん、チューブ買ってやったりしてたところもあるんで、ジムにねなかなか行けない、もしくは行くのまだ一歩踏み出せないっていう人に向けて、体作りの楽しみをまあちょっとね知ってもらいたいなっていうような感じで、なるほどね、はい、まあ、どちらかというとまあホームトレーニング向けの内容になっていると、はい、なるほど。まあ、まあ、岩瀬選手は今その最初ホームトレーニングでチューブから始められたということでしたけど、はい、そこから今で何年ぐらい、そうですね、
ただ非常に計算難しいんですけど、高校1年生の時に初めてベンチプレスとか、あ、へー、はい、学校にあったんでやって、うん、でその後ちょっと何年かできなくて、で本格的にまあジムとかでトレーニングしだして、うん、もう結構15、6年ぐらいは、うん、はい、ね、やってます、まあ、やっぱり、まあ、まさに鍛錬ですよね、積み重ねですね、はい、まさに本当継続しないと効果が、ね、なかなか出ないというか、うん、してると逆に言えば絶対効果が出るというかね、うん、はい、そういう感じですよね。なるほどね。まあ、じゃあ今回の DVD の中で、まあ、こういったことをご覧いただいている視聴者の方に感じてもらいたいなという内容はありますか、ね、そうですね、自分も当初、ね、その本とかで見て、トレーニングしてたんですけど、だからどうしてもこの細かい部分っていうのは分からないというか、知ったつもりでいたけど、例えば実際その自分がそのトレーニングを本格的に始めた時にはもう何て言うんですか、あ、全然違ったなみたいなやり方がっていうのが結構ありました。でもその動画でね、この視覚でこうきちんと正しいフォームだったりとかやり方っていうのをお伝えできればね、そのトレーニング効率っていうのも間違いなく上がりますから、その辺をねしっかりちょっときちんと伝えればなと思ってますね、うん、はい、まあ、正しい知識を持って正しいフォームでやれば、はい、まあ、効果が、そうですね、パフォーマンスが上がると、はい、なるほどですね。あ、ありがとうございます。まあ、ちょっと本当ね、まだまだお話聞きたいんですけれども、まあ、またちょっと改めてお話聞かせていただければと思います、はいはい、今回は湯浅選手にお越しいただきました、またね、いろいろと今後聞いていければと思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。